イスラエルとアメリカの孤立化。今、アラブ諸国全体がアメリカ離反57カ国の首脳をサウジアラビアのリアドに緊急招集したという臨時の合同サミットですね。アメリカに対してこの57カ国が批判した声明、偽善と二重基準と中東への無理解。これは確実に崩壊に向かっていると。こんにちは、カズです。越境 ということで、今日も始まりました。越境3.0チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。えー、まずはセミナーのご案内からです。世界で起きているリアルを学べ、最新の中東情勢。ということで、12月の2日の土曜日、茨城県水戸で開催いたします。こちら、私の本、日本人の知らないアゼルバイジャンを抽選で何名かの方にプレゼントいたします。水戸、茨城近辺の皆さん、ぜひご参加ください。そして、ドルと原油と世界経済、混迷の世界情勢を読み解く2023最新バージョン、栃木県の宇都宮市で開催します。12月の9日土曜日、為替アナリストちょい 先生と私石田で宇都宮の方に伺います宇都宮栃木近辺の皆さんぜひご参加くださいそしてこちらウェブセミナーになります米国は中東情勢はウクライナ情勢はどうなる2024年世界情勢はこう変わるということで12月の6日の夜8時からウェブセミナー開催しますこちらオンライン開催ですので、えー、日本全国各地からご参加いただけます、えー、皆さんの参加をお待ちしておりますそして続いて12月の10日日曜日神戸開催です懇命の中東情勢ということでこちらも私の本日本人 の知らないアゼルバイジャンを抽選で何名かの方にプレゼントいたします神戸関西近辺の皆さんの参加をお待ちしておりますそしてもう一つマックスさんとのオンラインセミナーが加わりました第3次世界大戦は始まっている石田和也康マックスポンシュラーということで12月の19日の火曜日夜7時からこちらもオンライン開催ですマックスさんとのセミナー初めてのコラボということになりますので僕も非常に楽しみにしております、えー、皆さんもぜひこちらオンラインでご参加お待ちしておりますそしてドルと原油と世界 経済の横浜開催です12月の23日の土曜日為替アナリストちょいある先生と一緒に横浜の方に伺います横浜神奈川の皆さんぜひご参加くださいで、そして最後来年年明けになるんですがドルと原油と世界経済の北海道北見開催です1月の13日土曜日ちょいある先生と一緒に真冬の北見に伺います真冬の北見は最高です僕も大好きなんですが非常に楽しみにして伺いたいと思います、ね、北見目満別しでとこでそして北海道の道 でそして、北海道だけではなくて、道外の方の参加もぜひ皆さんお待ちいたしております。北見の皆さん待っていてください。ということで、日本全国各地でセミナー講演会を開催いたしております。越境3.0チャンネル、YouTube では言えないような内容も、こういったリアルのセミナーではお話しすることあると思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにご参加してください。そして、越境3.0チャンネルの視聴者の皆さんとも、1対1でいろいろとお話をさせていただいたり、質問を受け付けたり、写真撮影とか、名刺交換とか、えー、そういったことを楽しみな ながら皆さんとコミュニケーションを取っていきたいと思います。詳細と参加申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはイスラエルとアメリカの孤立化ということでお話をお届けしていきたいと思います。えー、この10月7日のイスラエルハマス戦争が始まるもっと全然前から えー、中東に対する、まあ、アメリカの二重基準というもの、そして、まあ、ヨルダン川西岸での、まあ、パレスチナ入植というものがもう非常に大きく強くエスカレートしているイスラエル、まあ。こういったことからイスラエルとアメリカ、これ中東で、まあ、孤立化していくんじゃないかと。まあ、そういったことをこの10月7日の戦争が始まる前からこのチャンネルでもずっと警鐘を鳴らしていきました。今アアラブ諸国全体がアメリリカを取っていると もうどん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 悪化している。 で、その中で、まあ、シリアのアラブ連盟復帰とか、イランとサウジアラビアの国交正常化とか、まあ、そういった中東の、まあ、イスラエル以外の国々での国交正常化ドミノも後押しして、今中東全域が一枚岩になりつつある。で、そのような状態の中で、それに真逆の行動を起こしているのがイスラエルとアメリカということで、この二カ国というのは中東で本格的な効率化に向かっていくんではないかという、まあ、そういった継承をこの越境3.0チャンネルで、まあ、動画で配信してきましたね。えー、それが、も ものすごい今勢いで進んでいるという。えー、まずは今日はこちらのニュースです。アラブとイスラム諸国の首脳ら西側を避難ガザの参め巡りということで、こちら11月17日の BBC のニュースです。先日ですね、サウジアラビアの首都リヤドのリツカールトンホテルで、えー、11月の11日、 この11月11日というのが、くしくも第一次世界大戦の終戦日なんですけれども、まあ、この日にですね、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が、アラブ連盟とイスラム協力機構の、えー、国々、まあそういった国々の首脳、57カ国の首脳をサウジアラビアのリヤドに緊急招集したという、アラブ連盟とイスラム協力機構の臨時の合同サミットですね。まあ、こういったことを、まあ、サウジアラビア主催で行ったんですよ。 まあその各国57カ国の国王大統領首相らが一同に集ったという、しかも緊急の首脳会合ということで、まあサウジアラビアがまあ手を挙げて57カ国一気にサウジアラビアに集めたわけですね。まあこのサウジアラビアのリーダーシップもすごいですし、影響力も今すごいことになっている。 まあこのアラブ連盟とイスラム協力機構、計57カ国の首脳らが、主にアメリカに対して非難を浴びせているという、そういった共同声明が発表されました。アメリカに対してこの57カ国が批判した声明、毅然と二重基準と中東への無理解。こういったことが57カ国の首脳らによって共同声明として発表されたんですね。アメリカに対してですよ、主に。 もともと中東諸国というのは親米国家が多いんですけれども、まあトランプさんの頃まで、まあすごいアメリカとアラブ諸国っていうのはすごいいい関係があったんですが、バイデン大統領になってから、もう中東とアメリカの関係ギクシャクギクシャクしてきたということを、この越境3.0チャンネルでも何度も何度も解説してきましたよね。まあそれがいよいよ、もうものすごく大きくあらわになったと。 アメリカに対しての偽善と二重基準と中東への無理解。この三つが57カ国によって、まあ、公式声明で発表されたと。こちらの57カ国です。この緑の国々。まあ、赤はオブザーバー国なんですけれども、まあ、加盟国はイスラム教徒が国民の大多数占める国の57カ国。まあ、言ってみれば世界13億人のイスラム教徒の大部分を代表する組織みたいなものですね。これ国の名前をね、こうやって列記してみると、まあ、サウジアラビアもちろん、 え、エジプト、トルコ、イラン。まあ、そして、シリアとか。まあ、それ以外にもアジアからは、まあ、インドネシアとか、バングラネシアとか。非常にもう多岐にわたって、いろんな国々が、まあ、今回参加しているわけですよ。これらの国々の共同声明というのは、西側諸国は、ウクライナで民間人を殺しているとして、ロシアを非難しておきながら、ガザで同じことをイスラエルがするのを全て容認している。これはどういうわけなのかと。まあ、そういった問いを出しているわけですよ。このアメリカの二重基準 というのは今に始まったことではなくて、まあこのチャンネルでも前々からまあ伝えてきましたし、まあアラブ諸国の強い批判も前々から受けてきました。にもかかわらず、まあアメリカは全く態度を変えようとしない。ということでこんなニュースも話題になりましたよね。ブリンケンがイスラエルの擁護者としてイスラエルの犯罪を正当化するという任務を非常にうまく遂行していることは明らかだと。 これは今年6月戦争始まる前のアルモニターのニュース記事なんですけれども、今回のサミットでは、ガザ地区での戦争と人命及び物の破壊、インフラの破壊については、イスラエルとその支持者であるアメリカに一方的な責任があり、イスラエルとアメリカにその賠償を求めると決定している。 イスラム組織ハマスが10月7日にイスラエル南部を吸収して1200人を殺害して約240人を人質にとって、まあ、大規模な報復攻撃を招いたということがあるんですけれども、まあ、そのことに関してはどの国もハマスを批判していないアラブ連盟の事務局長はイスラエルが犯罪行為を犯したと述べている57カ国の最終的な共同声明というのはイスラエルによるガザ地区への報復攻撃は戦争犯罪であり悲惨な影響を生むことについて警告すると また、イスラエルがこの侵略をやめず、国連が国際法の執行によって侵略を終わらせることができないことで、戦争が拡大していく危険についても警告すると、まあ、共同声明で国連をも非難しているんですね。まあ、結構強い非難声明ですね。 で、このサミットで、こういったアラブ・イスラム社会の団結を示すメッセージというのは、イスラエル最大の支援者であるアメリカに向けられているというのは、これは明らかであると、まあ。BBC の記事ではそう書かれていますね。 このサミットは、イスラエルの最大の敵国であるイランも参加したんですよ。イランのライシ大統領とサウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子、えー、2人並んで警備スタッフに囲まれながら険しい表情で会話しているという、まあ、非常に印象的な一面でしたね。で、シリアのアサド大統領もこれには参加しています。 で、つい最近までアサード大統領はシリア内戦での抑圧的な行動が原因でアラブ連盟を除名されていたんですけれども、まあ、先日イランとサウジアラビアの仲介によってシリアのアラブ連盟復帰というのが ま、復活が達成いたしました。このサミットでは、まあ、イスラエル支援の国々に対する原油の禁輸、そしてアラブ諸国からの米軍基地の排除を訴えるという、そういった国も多くあったんですけれども、まあ、それは57カ国全部が足並みを揃えることはできず、まあ、それには反対する国もあって、まあ、まとまらなかったということですね。まあ、でも実際そういうことを、この戦争解決の選択肢として考えている。イスラエル支援に対する国の原油の禁輸ですね。 これはあの、第4次中東戦争を彷彿させるんですけれども、まあ、第4次中東戦争の時にイスラエルに対して運ばれてくる原油を、まあ、全て止めるということで、まあ、エジプトの駆逐艦2隻が、えー、航海からアデン湾につながるあの細い海峡、バブエルマンデブ海峡を封鎖して、でその後オペックが価格を引き上げて、 1> で第1次オイルショックにつながっていったという、まあ、そういった流れもあるので、もしもこれが、まあ、イスラエルの支援をする国々に、原油の禁輸、まあ、オペック各国が行ったとすれば、同じようなことが起こり得る可能性、非常に高くなってきますよね。10月7日のハマス襲撃と、それに続く戦争が、中東のパラダイム全体を変えたことは間違いないと。 でアブラハム合意などを通じて、まあ、良好化に向かっていたアラブとイスラエルの関係。えー、これは、この戦争を通じて、まだ、アラブとイスラエルの関係、まだ切れてはいないものの、これは確実に崩壊に向かっていると。 ものすごい急速なスピードで、もうゴロ,ゴロゴロゴロ崖を崩れ落ちているような、そういった崩壊に向かっていると。これを修復するのは非常に難しいんではないかという。参加各国の代表団からは、イスラエルのネタニヤフ政権の行動が自衛の範囲をもう遥かに超えていて、今や周辺地域を危険な道へと引きずり込もうとしていると。まあ、具体的にどういうことかというと、アラブの若者らは今ガザで起きていることをテレビやインターネットで見て、怒りを募らせていると。 でそしてイスラエルへの新たな憎しみを生んでいる。まあ、彼らがまた新たなイスラエルへのテロを生み出すのではないかという、まあ、そういった懸念もあるわけですよね。でそしてまたアメリカがこの戦争の停戦に反対していることは、中東においてアメリカへの不信感をさらに助長させている。ロシアのプーチン大統領はシリアのアサド政権を揺るがずに支援し続けたんですけれども、 アラブの指導者たちにそれは感銘を与えたんですね。しかし、それとは全く対照的に、エジプトカイロのタハリール広場に2011年群衆が押し寄せてアラブの春が起きた時、アメリカが素早く、ムバラク大統領を切り捨てたのとは、これはプーチン大統領は対照的だと捉えていて、アメリカへの不信感を助長させている一方で、ロシアへの信頼感っていうのが非常に大きく高まってきている。 この一貫性のないアメリカの行動というのは、イスラム諸国の強いアメリカ離れを引き起こしています。で、それがこの戦争によってさらに明るみに出たということになりますね。このアメリカに対する不信感、この10月7日以前からもう何度も何度もこのチャンネルでも警告してきたんですけれども、まあそれが大きく明るみに出たと。で、それによって今回57カ国、イスラム協力機構、アラブ連盟の57カ国が共同声明をアメリカに対して突きつけたという。 ということで、まあ、今回はイスラエルとアメリカの孤立化についてお話をお届けしました。えー、このチャンネルではイスラエルとイランの、えー、これまでの関係なんかも、えー、過去に動画で何度も何度も配信しています。こちら過去の再生リスト、イランとイスラエルの方からぜひ過去の動画もご覧ください。 越境3.0チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、here we go! 合ってます。